お願いします。ワーキンググループ3からは海外公演1と、公演6、それからシンポジウム8を計画いたしました。今日一番、ここご紹介したいところの一つは海外公演なんですね。海外公演は、ハーバードの精神科の先生、医療人類学の先生で非常に有名なアーサー・クライマン先生をお呼びすることができました。ザ・ソウル・オブ・ケアということで、ケアの本質を語っていただけるということで、私は個人的にはその病の語りとか、患者さんにどう説明するかとか、そんなモデルとかですごい興味あった先生なんですけど、ケアがいかに大事か、緩和医療はそのケアの、質の高いケアを復活させる立場にあるんだという熱いメッセージをいただけるというふうに聞いておりますので、大変楽しみにしております。ありがで、とう。はい。あその他の企画も大変興味深いんですけど、今日はこのうちの6つほどトピックに取り上げたいと思います。わかりました。もうだいぶ目白押しに、興味ある演題ありますけれども、COVID-19、やはりどのワーキングも入ってますが、これはやはり精神的な方ですか？このチームビルディングの話題。あ、いえいえ、精神に関わらずというと関わころらですずね。ね。はい。みんなでということですね。はい。ありがとうございます。小坂先生、なんか気になるところは？そうですね。発達障害はもう最近毎年入ってますけれどもね、人気のセッションですからね。そうですね。もう毎年満員になるって聞いなてるまとすんで、今ね、年もいや、シンポジウムで取り上げました。わかりました。それじゃあ一つずつお願いします。はい。それでは一つずついきます。まず一つ目ですけど、がんによる認知機能の低下になります。がんの治療の経過中に頭がすっきりしないとか、できていたことできない、よくわからんなということよくあると思うんですけど、そういう、がんとかがん治療に伴う認知機能のメカニズム、機能低下のメカニズムを、精神科の先生と作業療法士がリレーでディスカッションでつなぎながら送る60分ということを予定してます。これはケモブレインの話だけではないということだけではないです。です。なんか興味深いですね。ぜひぜひいらしてください。お願いします。次行ってよろしいでしょうお願か。いします。じゃあ次行きます。次はですね、これも大変興味深いと思うんですけど、心理資産向け企画っていうのを企画しなるてほみどましね。た。で、心理師さん自身が緩和ケアの領域で活躍する場面が増えてますけど、いろんな学派があると思うんですよね。で、いろんな学派で、しかも緩和ケアの第一線で活躍されている先生方が、一堂に会してディスカッションするっていう、またとない機会だと思いますので、ぜひぜひいらしてください。いや、心理師の先生も本当にね、いろんな考えとアプローチがあるので、面白いですよね。そうですね。一つずつは取り上げられることあると思うんですけど、それぞれの専門家がディスカッションするっていうのはなかなか少ないんじゃないのかなと思ってます。注で、目してます。お願あいりしがとうまごす。ざいます。次いきます。次、またまた心理師企画なんですけど、心理師さん、緩和ケアの領域で活躍されているのはもう間違いなくて、特に質を上げるにおいては、心理師さんの助けは欠かせないと思うんですけども、心理師さんに聞いてみると、独特の難しさや独自性があるっていうことを言われてまして、これぜひ公開討論で多職種でどうやったら心理師がもっと、活躍できるか、もっとこうしてよ、ああしてよっていうような公開討論を予定しております。もう、新入さん、ますます診療報酬でもだいぶ着目されましたし、そうなんです、そうなでんですす。ね。多分その緩和ケアチームとしても心理士さんでどういう仕事してるのかって思ってる医療職がたくさん聞いてもらうとありがたいですね。ぜひ多職種で聞いていただきたいなというふうに思ってますし、これはありが心理とう。さんのみならず聞いてほしいです。ありがとうございで、ます。次ですが、がんになった親と子どもを支えるコツっていうことで、これなかなか実臨床されていて難しい点あるかと思うんですけど、この親子をどうやって支えた、どういうケアしたらいいんだと思われている皆さんに、この最新のエビデンスとかも取り入れた上で、シンポジウム形式で、実践に生かした企画を実施したいなというふうに思っております。これは楽しみですね。小坂先生、これは結構よく困られるんじゃないですか？そうですね。もう本当にそのお子さんの年齢とか、
ってもどういうふうに伝えればいいのかなとかいつも迷いの中でやってるので。そうですね、やはり聞きに行こうと思います。あの親御さんががんになったそのお子さんっていうのと、ね、お子さん自身のがんの問題と2つあって、あのどちらもね、勉強していかなきゃいけないテーマですね。はい、はい、そして、はい、お願いします。そして、はい、次ですが、うん、まあ、よくわからない身体症状があるっていう患者さんですね、うん、スライドが怖いね。よく考えて悩んでるんですけども、この例えば検査して異常がなかったらこれはもう全部精神的なものなのかっていうと、まあ、そうでもなくて、まあ、いろんな機能性疾患とか、これ心理的な問題を各分野の専門家がどう考えるのかということで、精神科の先生と心療内科の先生と総合診療科の先生がこれディスカッションするような形の、セッションを考えました。いやこれはね、もうよく何もわからないから精神疾患だとかこういうね、よく依頼があって我々も困りますよね、松岡先生。そうですね、困ります、はい、大変。心療内科医松岡一押しの企画じゃないですかこれ。心療内科医、まあ、一押し、まあ、一押したくさんあって困るんですけども、うん、はい、あの推しの企画です。はい、そうですね、はい、うん、お願いします。はい、そして最後になりますが、最後は、がん患者さんやご家族の精神心理的な辛さにどう関わっているかわからないということで、はい、現在こう今4つのガイドラインがこうどんどん、あの、まあ、専門は1回作られて改訂版ですけど、はい、こう残り3つのガイドラインが進んでおりまして、うん、緩和医療学会の時にはきっとあのいくつかは間に合うんじゃないのかなというふうに思っておりますので、はい、このエッセンスをぜひ学んでいってくださいという企画をご紹介しました。はい、これまた、ね、いよいよ揃ってきましたね、ガイドラインもこの領域も、はい、ありがとうございました。はい、今日私から以上なんですけども、はい、神戸で皆さんに本当に会えるのを楽しみにしてます。はい、はい、ありがとうございます。はい、小坂先生どうですか、何かあの注目のシンポジウムありましたか。なんかこう移植種を徹底討論させるっていうことがいくつかあって、うん、そうですね、すごい、うん、どうなるかわからない面もそうですね、あえてあったりするのかななんて思いました。うん、結構なんかその場の即席的なプロダクトを期待したシンポジウムもありますね。はい、エネルギーがいっぱい出そうな感じがします。はい、ありがとうございます。久しぶりのあのこうフェイス2フェイスで熱いディスカッションを楽しみにしてます。そうですね、ま、あのマスクはつけた状況になりそうな気がしますけど、ね、そうですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大変楽しみな内容でした。松岡先生ありがとうございます。ありがとうございます。